まさかおじさまが大石さんを呼ぶなんてとは思いませんでしたわね。大石さんもお気の毒でございますこと。居続けた連続開始事件の真相にはたどり着けませんでしたわね。我の退屈を紛らわせてくれる実に良い見せ物ではないか。今年鬼隠しに会うのはお社様のたたりに最もふさわしいのは、みんな噂してる今年のお社様のたたりは北条家で間違いない。